福山雅治と総口昭久さんの地底人ラジオ、本日9月6日木曜日、時刻は19時15分頃です。アミューズの会議室からお届けしております。もともとラジオセルフィーだったりとか総口さんとのトークで収録はまあ済んでいたんですけれども、急遽ね、ちょっとあまりにも、過酷な自然災害が起こってしまって、メールも届いておりまして、北海道登別市のなおちゃん、北海道は朝方地震があり、我が家は震度5でした。現在も停電中で、午後からは断水もしそうです。怖いです。今子供2人と3人で家にいますが、このまま夜を迎えたらと思うと本当に怖いです。不安な気持ち、届くとは思ってませんが、どうしても、マシャの顔が浮かんできたのでメールしました。全くラジオと関係ない話でごめんなさいと。いえ、とんでもないです。届いております。そうですか。いやー、子供2人とね、朝方でしたからね。僕も朝起きてニュースを見て、いや、もう驚きました。北海道で地震がありまして、今朝未明ですよね。その6日深夜3時過ぎです。最初は震度6強と言われてましたけど、後々訂正されて震度7を記録する大きな地震、平成30年北海道胆振東部地震発生してしまいまして。で、まあ、この段階で分かっている情報っていうのから、まあ、今日のこの放送の時点でまた被害が、拡大したニュースが届いている可能性の方が大きいので、まあ、数字は、ね、今は伏せさせていただきますけれども、大変な被害ですよね。はい、ね、ちょっと朝起きてびっくりして、で、あまりにもショッキングな、映像に、まあ、言葉を失ってしまい、ただただその、情報を待つしかないっていうような、ね、状況になってしまっていて。で、いつもそうなんですけど、やっぱりその、もちろんね、その、ブロスの方だけじゃないんですよ。ブロス関係なく生きてらっしゃる、生活してらっしゃる方の暮らしっていうのも当然のことながら心配なんですけど、やっぱりこの長いことブロスという仲間同士が集う場所でですね、あと、まあ、ラジオリスナーもそうなんですよね。オールナイトニッポンの頃もそうでしたけれども、リスナーとの関係をこう25年以上ね、続けていると、やっぱりいろんな自然災害や事故やいろんなことが起こった時に必ずそのいらっしゃるんですよね。ブロスの方やラジオリスナーの方が被害に遭われてしまったとか被災されたという方必ずいらっしゃる。だからどうしても一番最初に思い浮かんでしまうのが家族がその地域にいる人が家族が思い浮かぶようにですね、僕もどうしても最初にこうブロスやラジオリスナーのことが思い浮かんでしまうんですよ。もちろんそれだけじゃないんですけどね。でもなおちゃんのこうやってね、どこに出していいかわからないところもあったと思うんですけど、こうやってラジオにつながりを感じてもらっていて、メールを届けてくれるっていうことに対してね、僕らもやっぱちゃんとお答えしたいっていう思いと、で、それがなかったとしてもね、だってほらあれじゃないですか、今ちょっと引き続きのメールになっちゃいますけども、その前に台風もすごかったじゃないですか。そうですね。で、停電ですよね、はい、今もはややっぱり日本というかこの現代社会は電気がなくては何もできないんだと、生活、人間が生活できないんだと、近代化された世の中においては、ね、はい、っていうのをこうまざまざと情報としても見せつけられるじゃないですか、はい、だから仮にメールやツイッターやが届いてなかったとしても、それは電話が通じないとか、インフラが寸断しているというか停止してしまっている状態かもしれないので、
ラジオネーム名古屋のシカちゃんからはですね、ステージンラジオ毎週楽しく拝聴しております、ありがとうございます。今日は北海道の地震、その前に台風21号、今年はいろんなことが起こっていて、災害はもう当たり前に起こると思って生活をしていくしかないんです、ないんですね。私も台風の時は三男の試合があり、大阪に滞在中でした。4日の朝、高速バスで名古屋に戻る予定が運休になり、ホテルに連泊。窓から見ると竜巻のような感じの風がいろんなものを巻き上げていて、部屋が揺れたり窓にも突風が、本当に恐怖を覚えました。5日は早めに電車で移動、出勤ラッシュを避けていたものの、 JR 線が運休のため他の鉄道会社が請負運転、遅延が発生し満員、車窓からは爪痕が、唖然となりました。改札で遅延証明書を次々に取っていく人たちを見ながら、無事で何よりと心でつぶやいていました。ラジオネームのしーちゃんから岡山の、7月の豪雨で被災して2ヶ月、岡山の方でね、広島地域ありましたもんね。7月は避難所での生活、テレビで見ていたけど実際に体験することになるとは思ってもいませんでした。失ったものもたくさんあるけど、周りの人たちの優しさ、思いやりをたくさん感じた1ヶ月でした。8月、被災したから体験できたこと、被災しなければこんな体験しなくてもよかったのにと感じることもあります。いつ今までの生活に戻れるのか、まだまだ先のことは分かりませんが、少しずつ今できることをやるしかない。いろんな方に助けてもらって、前向きに考えられるようになりました。たくさんの支援物資ありがとうございます。一緒に入っていたメッセージにも元気をいただきました。感謝してもしきれないほどのありがとうの気持ちでいっぱいです。そして9月、被災して3ヶ月経とうという頃、各地での災害、心が痛みます。同じ思いをしている人がたくさんいると思うと。マシャの声はきっとみんなに届きます。マシャの歌でトークでみんな応援してください。今週もですね、僕らができることをやっていきたいと思います。本当に、まだまだ不安な夜は続くと思います。台風もまだ日本は季節的にまだ来ますからね。来る可能性の方が高い、大きい台風も。それと、地震はですね、ちょっとまあ今日のこの段階で、収録している段階でなので何とも言えませんけど、この後も余震が起きる可能性多分にあります。いつ何が起こるかわからないという不安こそがですね、本当に疲弊させますよね、人をね。もちろん生活自体慣れない環境での、被災された方の避難所での生活ってのも本当にしんどいものがあると思います。まだまだ不安なこともあると思います。今週もですね、でも我々できることはエンターテインメントすることだと信じて、少しでも気分転換になれるような、そんなあなたのですね、夜に寄り添えるようなエンターテインメントをラジオでお送りしたいと思います。今週もよろしくお願いします。それでは聞いてください、福山雅で明日への街。ステージラジオ桜田学長のラジオセルフィー。本日8月29日、水曜日、時刻は18時20分頃です。日本テレビバズリズムの収録が終わった帰りの車中からお届けしております。本日は総口さんにお越しいただいております。あ、すいません、じゃあマイクをね受け取って、高性能の、はい、すいません。いや、今日はバカリズムさんの後に私っていう顔のタイプが似た二人が次々にご相手するっていう。そうだね。僕にとってはすごくなんか安らぐ。そうですね。またこれ以上ないぐらい、またあのシートをリラックスモードにして。もっとリラックスしたいんだけどね。今日いろいろやることがあるみたいですよ、今日。番組の中で。DSP からの指示で。はい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 。電気つけよう。よいしょ。いいっすよ、電気つけよう。うん。はいはいはい。メールもいっぱい来てますし、うん、もちろんまた電話もつなごうかなと思ってますし、特別なある人に電話をつなごうかっていう企画もあるみたいなので。へぇー、じゃあまず何からいきます？どうします？オープニングのフリー行って、こっちに行ってもいいですし、はいはい。ちょっと喋って、あ、なに？これオープニングなの？これ一応今オープニングです。てか DSP すごいですね。このモザイクのようにこう収録した素材をはめ込んで。だって、福山さん常に喋ってるのを、撮れ高をずっと計算できてるってことですもんね。
まあそうですね、もう大体もうこれぐらいやってるとその尺刊とか取れ高とかっていうのも もう大体把握できてるんで、だからもう面白いの ひとしきりあったからもういいよみたいな雰囲気漂わせたりとかするわけですから、もう OK ですよみたいな、そうね、もう取れてますよっていういやもうたっぷり取れると取れたほどやっぱ面白いんできるので、ああ、ね、収穫できたなみたいなね。今もバズリズムで甲子園うん、歌われてて、まあ、現実世界で言うと昨日の夜も NHK で歌コンさんに初めてねお邪魔させていただいて、まあ大阪、まあ、僕は京都にいたんですけども、はいはいはい、立花高校からの、あ、そうですよね、いやちょっとねハードだね、だから今日バズリズムでまた日テレさんにいるってと思って、うーん、どういうスケジューリングになってんだろうと、ハードスケジューリングですね。ハードスケジュールですね。まさに。しかも結構な体力を使いそうな歌を毎日歌うっていうね、この。そうですね。そしてその、トークも合間にしてるから喉に負担がかかるというですね。しかも、なんかちょっと、喋っとけばいいじゃなくて、やっぱり楽しいトークをしたいと思っちゃうタイプだから、これ。ちょっとなんかさ、はい、その、トークが面白いっていうのって、その、ゲスト的に、生きてらっしゃる方と、ゲストホスト的に生きてらっしゃる方と、はい、いらっしゃるじゃない、はい、そのゲスト的に生きてる場合ってさ、うん、その、天然キャラとか何言うかわかんない的なので、ハラハラドキドキ面白いっていうのはあるけれども、はいはい、だからその面白いことをでも自分でさ、その自分で自分のこと面白いって秋沢は思ってんの？いやいや、私は別に面白いことを言えるタイプじゃないので、ああ、はい、そうかしら、はい、でもその理路整然とこう場をまとめていくっていう、理路整然というかね、場をまとめていく場作りの力は、それがまあ、ある種、司会とか進行とかっていう。そうなんですよ。はい。いや、私もだから自分で状況を打開していける力があればいいんですけど、やっぱそうじゃなくて、私の得意なのは、これ前も言ったかもしれませんけども、うん、その特ダネとかでレポーターをこうやったりとかするときに、うん、ものをそのまま、なんか、例えば今年これが食べ物が流行るって紹介するときに、普通に台の上に置いてテレビで撮ったら、うん、撮りづらい、なんか見えづらいんですよ。何なのか分かんないから。うんうんうん、そういうときに少しこう、角度をつけてやると、うん、見えるんで、それをなんか、八百屋っていうって聞いたんですよ、うんうん。八百屋さんがこう、果物とか美味しいように見えるように角度つけてあげるって。へぇ、それ八百屋って言うんだ。まあ八百屋さんがね、例えば、そのままトマト置いても見えづらいからちょっと角度つけてあるじゃないですか、なんか。ざ、う、る、んうん、に乗っけてるときに。うん、で、そういうのを、まあ、テレビでも使うっていう。で、これだと思って。うん。例えば、そのアーティストの方もそうですけど、俳優さんもそうですけど。見えやすいように見えにくいものを角度をつけて。で、っていうことだ、あ、ここですよっていう、こう、ね。この方のいいとこ、ここですよっていう感じの。なるほど。ことは、ま、できるかなっていう。泣けてきた。本当ですか？うん、秋さんのその生き方まあそうですか？でもこの角度をつけた方がいいのか、この人は全くつけなくても大丈夫。まあ福山さんが逆にもう別につけると逆にほら、変な感じで立ちすぎるからもうそう。こぼれちゃう。こぼれてきちゃうから、もう素材のまんまでっていう。あでも新人の方だったら多少角度つけないと分かりづらいかなとかっていう。美しいなぁ。秋さんのその生き方美しい。その美しさに泣けてくるなぁ。いや、そうですか？ということは、人の、はい、ストロングポイントというか、いいところを見つけ出す能力に長けてるっていうことじゃないですか。まあまあ、いやー、てかまあ、ですかね。まあ、皆さん、ここ注目ですよとかっていうのは、まあ、できるかもしれんなと思うんですけど。すごいな。やっぱり、単独でスポーツ新聞のネットニュース、ネット記事にやっぱり取り上げられるだけの、ことはやっぱありますね。いやいや、まあまあまあ。確かな実力だな。いや、怖い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 。いや、本当にそう。ですけど、まあまあ。僕なんてね、本当にね、中身がないまま生きてきちゃったから、ね。いや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 。いや、自分で光り輝く、こう、ことができる人はそれはいいんですけど、だから、それを私はこう。いやいや輝けない、輝けない。いや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 。地デジンラジオリスナーの方がいてくれて。あ、まあ、それは、まあ。ブロスの方がいてくれて、初めて。まあね。
ね、成立してるわけだから、はいはいはい、みんながわっしょいわっしょいとしてくれてる、うん、ありがとうありがとう、ね、うん、いやすみません、それ気持ちよくみこしの上に乗っちゃってるわけじゃあとりあえずまずタイトルコール、はい、行った方がいいかな。まだ今日もどっかに向かって車進んでおりますけどもね、今ここはねまさにその日本の政治の中枢ど真ん中である国会議事堂の前で収録しているこの地底人ラジオ、はい、ではタイトルコール行ってみよう、はい、福山雅治と総務局記者の地底人ラジオで今日は、はいはい、その大事な人に電話するんだけど、はい、まあちょっとまずオープニング1曲聴いてもらって、わかりました、うん、そこからまあお電話しましょうかね、はい、じゃあ今日1曲目そうだな、やっぱアキスさんの美しい生き方に涙したから、やっぱ今日はアキスさんにこの曲を送りたい、はい、Beautiful Life 地底人ラジオはダンロップの提供でお送りします。思い起こせば1年半ほど前に始まったこの番組地底人ラジオ、うん、そうだね、渋谷のラジオのアプリのダウンロードをもっとこうどんどん増やしていきたいみたいなことも一つの大きな目標、そうですね、ダウンロードキャンペーンとして始まりましたね。最初5、6万だったんですよね、その渋谷のラジオのアプリがね、まずは10万だっていうことを、そうですね、今どれぐらいいってるか知ってらっしゃいますか。うん、うっすら聞いてますよ。はい、20万前後あるっていう。もうね、19万超えて、もう少しで20万ダウンロードに近づいてまいりました。いや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 。ちょっとだいぶ形になってきましたよね。20万の方がっていうね。20万、アプリの20万ダウンロード。もちろんね、その50万とか100万とか。人気のゲームのやつとかまた別ですけども。あるけど。音声メディアのためのアプリっていう。ねえ。だいぶ形になってきたなってきましたね。感じありましたね。で、そこで一つ、ちょっとやっぱり我々が懸念しているのが、うん、聞く方が増えれば増えるほど、うん、タイトル見たときに、うん、あ、福山さんラジオやってんだ、ええーうん、と思って、なぜに地底人ラジオって名前になってるのかっていうね。そうなのよ。今更だけど、今更聞けないタイトルの理由。ね。地底人ラジオこれ何なのっていう。別にほら、例えば、福のラジオ当たり前に、ああ、はいはい。はい、はい。とかね。ね、まあ、オールナイトニッポンとか伝統のある、ね。はいはいはい。まあ、オールナイトニッポンサタデースペシャル、魂のラジオ。まあ、それはね、まあまあ、いわゆる魂を込めて喋ってるのか、まあ、わかんない。なんかあるじゃないですか。まあ、なんかね、あるじゃないですか、意味が。地底人ラジオって言うと、どうしちゃった？これはなんかタイトルを無理やりなんかこう、これでやってくれとか言われたのかな、みたいな。で、それはなんでそういう地底人ラジオっていうタイトルになっていたかっていうと、これは、はい、我々がほら、トークしてた中で、そういえばさ、っていう、はいはい、秋久がなんか言ったじゃん、はいはい。はい。まずこの番組は結構、いろんなネタを扱ってきますよ、みたいな感じの中で、うん、いわゆる未確認生物みたいな話をちょっと出たんですよ。そうね、そういうのも扱いたいね。で、ちょっと UFO の話をしてたら、その時、あっ、こんな話あったなと思って、以前、うん、藤原竜也さんにお会いした時に、うん、舞台挨拶かな、舞台挨拶の時に、うん、真顔で、うん、まだ登壇する前ですよ。石坂浩二さんから、祐天寺って駅が、まあ、東京に、ね、あるんですけど、祐天寺の地下に地底人がいるんだよねって真顔で聞いたっていうことを、真剣な顔で言われたんですよ。うん、で、すごいその印象に残ってて、うん、でもその後は藤原竜也さんの顔に戻っちゃったんで、いまいちその後聞けなかったんですけど、やっぱね、オーラが急に出てきて、あ、もうこれ以上聞いちゃいけないのかな、みたいな。で、はい、それで、じゃあまあ、まあいるわけないじゃん、みたいな話をしてて、はい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 、まあでもとりあえず、仮でいいから、まあ地底人ラジオっていうのでいいんじゃない、みたいな秋さんの話を受けて、はい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 、僕がそのいい加減につけちゃったもんだから、はいはい、で、名前っていうのはさ、やっぱりつけちゃうと定着しちゃうもんでさ。最初はカッコ仮をずっとつけてたんですよね。そう。ええ、でも、なんか地底人ラジオだって言ってるうちに、地底人ラジオ、地底人ラジオって言ってるうちに、なんか地底人感が出てきて、その地底人感っていうのは何かっていうと、
秘密結社的であるとか、はい、ゲリラ的なこう、はい、まあまあいろんな場所での収録であるとか、その地底人という名前、地底人ラジオというそのタイトルから、うんうん、なんとなく番組のトーンがそのタイトルに引っ張られていったんですよね。あで、今や定着してしまったんだけど。カッコ仮も取れましたからね。今年4月に。ただですよ。はい。そもそも地底人って、はい。本当に、いんのかと。ちょっと待ってください。福山さん、そんな疑っちゃっていいんですか、ね、だってこんだけ地底人、地底人って言ってんのに、地底人からのメールなんか来ないぜ。そうですよ。地底人ラジオ。我々が地底人だったら、おいおい、インター FM で、例えばタガログ語で喋ったらフィリピンの方が聞くみたいな感じですよ、これね。はいはい、そうで、やってんじゃん、母国語でっていう。だから、地底人ラジオって言って、我々が散々地底人って20万ダウンロードもね、アプリが言ってるんだから、はいはい、そうすると地底人側から、おいおい、ちょっと待ってと、はい、あんまりそんな地底人言うなと。ね、はい、我々のことだと地底人っていうのは何勝手に使ってんだと。地底人が喋ってるわけでも地底人の話題をするわけでもなく、なんだこのラジオはと。地底人名乗ってんじゃないよ勝手にって叱られそうじゃないですか本来。でも何のリアクションもないでしょ地底人から。まだまだ影響力ないっすね。か、もしくは、はい、本当はそんなのいないかだよね。疑ってる、そういうのを疑う人じゃなかったはずなのに。本当はそんなのいねえんじゃねえか、みたいな。やばい、大人になっちゃってるもん、完全に。いや、自分たちが地底人を名乗れば名乗るほど、地底人の存在が何かこう、嘘に感じてくるんですよ。そうですか。その謎をね、はい、その今の僕の気分を、はい、ちょっとこうダイレクトにぶつけてみたいわけですよ。僕のこの疑心暗鬼になってる気持ちをある方にぶつけたいというので、わかりました。今日電話をかけたい方がいる。その方は誰なんですか、総口さん。 UFO だったら八百屋に聞けと、うん、未確認生物とかそういうもの、まさに地底人だったらムーの編集長に聞けと。おムーの編集長三上さんに今電話をしてみよう。今しちゃっていいんですよこれね。してみましょうか、実際に。え、普通に携帯電話。っていうかさ、なんでその、そのホットラインが繋がってんのって話。なんで DSP 知ってるの。普通に DSP かけてるけど、あれ、お疲れ様ですなんて普通に喋ってます。わかりました。じゃあ、我々も、誰に電話したの。普通に電話してる。もしもし。お、地底人ラジオの福山です。あ、総口です。よろしくお願いします。三上さんですか。はい、そうですか。ムーの、あの有名な月刊誌ムーの編集長の三上さんですか。そうですね、怪しい三上です。5代目の編集長。5代目。ええ、ムーさんは創刊何年ですか今。ちょうど今年で39周年ですね。あ、ということは来年。来年がちょうど40周年。おめでとうございます。40周年。っていうか、俺たちよりムーは年下だったんだね。ね。知らなかった。え、ちなみに三上さん、今おいくつですか。ちょうど、来月で50になります。あ、同学年だ。完全に同学年じゃないですか。そうですね。同学年だ。はい、え、三上さんは、はい、ムーをやりたくて学研さんに入られたんですか。まあそうですね、まあ、読んでましたね。あ、やっぱそうなんだ。え、学研に入って最初はその学習と科学みたいなそういうのやったりとかされたんですか、ずっと。ね、最初はもう歴史学部っていう雑誌マックがあって、そっちに半年ばかりいましたね。あ、半年。そしてで、その後はもうずっと、あ、うん、もう四半世紀以上。すごい。ほぼムーっていう。ほぼムーの人、ね、四半世紀もムーの人生を送ってらっしゃる方がいらっしゃるんですね、やっぱりね。すごい。嬉しいね。じゃあ我々が読んでる間、ほぼずっと三上さんってことですよ。そうですね、確かに。はい、そんなね、三上さん、はい。今日三上さんに質問があって。はいはい。地底人って本当にいるんですか？今度こそ本当のことを教えてくれよっていう質問なんですよ。なるほど。三上さん。ビビらない、ビビらない、全くビビらない、こんな人。地底人って本当にいるんですか？いますね。いや。いや、確かにね。はい、まあ、
それで、いや、どうでしょうね。いるかいないか分かんないんですけど、つったら、それはもちろん、ムーっていう雑誌は成り立たないですよ。それは即答する。ここまでは僕も当然ながら読んでますよ、これ。ただ、いますって一言だけだとさ、やっぱり、説得力に欠けるから、はい、いるっていう根拠を、ちょっと差し示していただきたいんですけど、皆さん、よろしいですか？はい。そうですね。まだ、地底人って言った時にですね、はいはい、どうしてももうなんか地下世界みたいなイメージがありますよね。はいはい、いや、ありますよ。もうそれよりももっとスケールが大きいですね。かつてはその地球空洞論っていうのがあったんですね。あったな。はいはい、ありましたね。その地球空洞論ってのはどういう理論だったんですか？まあ、要は地球は多弾道だと。はい。で、その内側にもう一つの大陸や海があるっていう説なんですね。ほー、わかりました。説は、うん、もう説は十分にわかりました。そうだね。その具体的なその、はい、あの証拠論拠を僕は知りたいわけです。はいはい。そうですね。で、かつてはその地球はこうガランドであったっていう説も、今はもう地球の内部っていうのは詰まってる。いろんな物質が詰まってるってことは分かってるんですね。ああ、はいはいはい、詰まってますよね。はい。ただそれだけじゃなくてですね、はい、実はこの地球の空洞、いわゆる中心の方にですね、はい、もう一つの空間、え、いわゆる亜空間が存在するという、亜空間が存在している。なのでそのガランドの内側にですね、まあ大陸があるんではなくて、うんうん、地球の内部にもう一つ地球がいる。へ、うん、えー。これはそれをどうやって証明してくれるんですか、三上さん。これですね、実はですね、1947年に、はい、この中に入った人がいる。なんですって。ちょっともうちょっと詳しく聞かせてくださいよ。これはアメリカのですね、あの軍人で、はい、バード少将っていう軍人がいるんですね。バード少将、はい、この方が、まあ、北極と南極を、まあ、飛行機で渡ったわけですね。はいはい、横断したわけです、はいはい、空軍だったんですね。そうですね、はい、でその時になんとジャングルの世界に迷い込んだと。え、南極と北極に。そうなんです。だって南極と北極は基本氷の世界ですよね。うん、そうなんです。うん、で、ずっと、いわゆる基地とですね、通信をしてるわけですね。うん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 、通信をしてて、うん、もう逐一、もう目の前がジャングルだと、うんうん。しかもそのジャングルには、なんかマンモスらしき動物もいると。マンモスです。で、さらにその時で探検だったんで、はい、いわゆるその映像、うん、ムービーを撮影してたんですね。お、はい、うん、その映像が一部流出してるんです。え、どこにあるんですか？これあの、うん、まあ、1950年代60年代もそうなんですけども、うん、世界のニュースを動画で見るときって映画館だったんですね、うん、あ、当時はね、フィルムニュースでしたね。映画と映画の間に世界のニュースっていうのを映像で流してたの、うんうん、で1940年代その時にですね、この映像が流れてるんですよ、うん、で結構多くの人がこれを見てるんですよ。おお。でバード少将のナレーション付きで、ちょっと待ってください、自分でナレーション入れてるんですか？いわゆる南極の向こうに、北極の向こうにこの異世界が存在すると。その映像を三上さんはご覧になったことあるんですか？動画はですね、まだあの入手できてないんですけども、はい、一部のその写真と称するものは何枚か見てます。お、もう編集部にあるんですか？まあ、データですけどありません、ね。それ、ムーでもうあの特集したんですか？そうだね、もう特集で何度かやってますね。そうですか。そうなんだ。見たいなそれ。しかもそれは今の話聞いたらもう確実にありますね、地底人。いやいや、まだ疑り深いな。だって今の話だと、はい、マンモスらしきものとかってその動物はいたけど、地底人という人型の、あ、我々みたいな感じ、うん、はい、それはじゃあどうなんですか、三上さん。人型なんですか、そもそも地底人っていうのは。実はそのジャングルのその地表に、うん、
ラミッドとかの構造物があったのね。写真にはそれが写ってるんですか？写ってる。写ってるのか。道路があって。人がいたの。ほう。その写真をこう科学的に分析していた結果、そういった映像が写っていると。で、その人たちはそのバード少将の飛行機に向かって手を振ってた。ということは自分たちでも多分飛行機とかそういう航空的なものを持ってる可能性があると。当然。で、はい、かなりの時間その謎の空間にいたんですけれども、はい、まあ、当然は最後にその世界からまたこの世界に戻ってくるんですね、うんうん、光る霧に包まれて、うん、その直前に、うん、実は目の前に UFO がいたと。ちょっとてんこ盛りですね、完全に。これもその UFO っていうのがいわゆるその葉巻型の UFO で、はい、でしかももう本当にあのエンパイアステートビルぐらいの大きさが、そんなでかい、でかもう完全にその UFO に、まあ、監視されてるというか、ほう、ある種もうコントロールされてるような状況だったと。とバード少将は言っていたと。ほう、これが1947年の2月の段階なんですね。はい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 。で、実はこれから半年後にちょっと重大な事件が起こるんですよ。何ですか？1947年の7月4日に、はいはい、ニューメキシコ州に、UFO が一気に落っこちるんです。え？おう、はい。有名な方、ロズウェル事件って言うんですけども。ロズウェル事件だ。ね、これいろんなフェイクだとか偽情報とかいっぱいあるんですけども、ね、はいはいはい、実際にそこで墜落した UFO を米軍が回収して、あーっていうね、でその搭乗員、うん、つまり宇宙人、エイリアン、はいはい、これを、まあ、3人全員死んでたんですけども、はい、解剖した結果、うん、これが普通の地球人と変わらなかった。あ、同じだと。うん、うん、しかもモンゴロイドだった。モンゴロイド、え、我々と同じじゃないですか。アジアじゃないですか、ね、で最初の米軍がその UFO の機体の中に入って見た時に、うん、最初に思ったこと、うん、これは日本軍が仕返しに来たと。ちょうど1945年の2年後ですからね。ああ、日本軍やってきたと。まあ、当時空軍がなかったんですね。まだあの陸軍の航空隊、ロズウェル基地っていうのがあったんですけども、うん、そこから実は原爆が囲われてるんですね。なるほどなるほどなるほど。テニアン島に。だからなので米軍はこの UFO は日本の秘密兵器で日本人が乗ってると思った。ほう、なるほど。でも実際は違った。なんか話がつながりすぎてだんだん僕の思考がついていけなくなってきてる。なんか見事になんかこういろんなこう、さすが、なんかかわされそうな感じなんですけど、さすがですよ。でこの時に米軍ははっきりと認識したんですね。何をですか、一体何をですか。の UFO のエイリアン、はい、正体が分かったと、はいはい、それは大宇宙の遠い星から来てんじゃなかった。これはどこから来てるんですか、三上さん。まさにこのバード少将が言った悪空間の世界、この地球内部だった。ということはエイリアンは地底人だったということですか。そうですね。ちょっと車の中でちょっと走ってる間にとんでもないことを知ってしまいました。そうなんですか。こんなこと知っちゃって消されちゃうんだとか、大丈夫ですか。なので、はい、その後、もう先ほど言いましたバード少将の映像っていうのは全部封印したんですね。うわ、そうですよね。はあ、そうか、分かっちゃった。ということは今現在の様々な情報を、過去のデータからムーが、雑誌ムーが、はいはい、今定義づけている、はい、
宇宙人、UFO というのは、これは地底人、もしくはその地底というところなのかどうかわからないけれども、まあ、空間からの訪問者であると。まあ、ほとんどがそうですね。ほとんど今断言されましたね、今。ということは、ほとんどはそうだけど、はい、そうじゃな い, ないものも、異星人というか、未確認生命体というのは、いるんじゃないかと、まだ。それはありますね。はいるんですよ。いるんですよ。ただ、ごめんなさい、三上さん、今日はもう地底人だけのことにしてよといただかないと。まだ聞きたいんですよ。もうね、はい、情報量にさすがに追いつけなくなってきて、だんだんですね、はい、わかりました、ムー買いますっていう状態になって、いや、わかりました、もう非常に。わかりやすかった。非常に、ワクワクするトークでした。もう、三上さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。あ、で、ここで一曲お届けしたいんですが、三上さん。はい。編集長が作られた曲があるっていうか。何ですか？あ、いや、作詞ですね。作詞して、ムーのテーマソングがあるって聞いてる。あ、よくご存知で。はい。そうなんですか。じゃあ、それ聞きましょうよ。タイトルなんて言うんですか？いくつかあるんですか？いくつかあるんですか？何曲かあるんですか？知らなかった我々一曲し。ランデムーって。ランデムー。いや、編集長、編集長。急に、話の信憑性が、薄まりますから。我々が知ってるのは、魂のウルマイハート、ハハイマートっていう。ああ、そうですね。それもありますね。あ、それもある。うん、じゃあ、ムーのテーマソングはそれなんですか？そうですね。じゃあ本日はじゃあこれをじゃあなんかそれ歌詞の中にも結構やっぱムー的なワードが散りばめられてるって聞いております。わかりました、はい。まさにいろんなキーワードがもうたくさん。入ってる。わかりました。わかりました。ちょっとまたじゃあ我々が疑問に思っていることや謎や、はい、がありましたらちょっとまた三上さんに電話してもいいですか？いいですか？お忙しいところ。ぜひぜひよろしくお願いします。いやありがとうございます。もう客員。客員教授的な感じで。客員教授ですね。地底人ラジオの客員教授。として、じゃあ三上さん、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、ムーのテーマソング、三上編集長作詞の、楽曲をかけさせていただきます。魂のウルハイマート。三上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ムーの三上編集長が作詞をしたアーティスト名ヒューマンキューブというアーティストの、うん、まさにムーのテーマソングという、うん、魂のウルハイマーとか、ね、シャンバラとかね、なんかまさにこう今の話に出てきたようなこう、うん、この世にあると言われているようなみたいな場所、うん、ちょっとごめんなさいね、今赤飯食べてるけども、ごめんなさいね。なんで、ね、要は、はい、その各国によって各地域によってその亜空間の呼び名が違うっていうことで言うと、うんはい、各国によって違うってことは各国によってその確認存在が信じられているってことじゃないですか。あということはそれすなわちあるという可能性が高いということですね、うん、地球上の至るところでこう目撃されて、うん、それがやっぱり日本の場合は石坂浩二さんが言うところの有天使。その話聞くの忘れた。その話聞くの忘れた。しまった。一番大事なとこだったのに。しまった。しまった。そういえば、なんかもうあまりにも滑らかにずっと話されるもんだから、もうそのへーって終わっちゃったっていう。やっぱ人間ってこう断言されるという。もうどんどん引っ張られていくんだね、そっちにね。だっているんですか、いますっていう、もう食い気味に来たから、だっていきなり質問してんのに。あとやっぱりその数字的なデータを出されると、なんか納得しちゃうっていうのってやっぱあるんだね。1947年とかね、言われると、ほへーとかっていう。それで、なんでさっき少々の名前。バード少々。誰やっていう話ですけども。でも、バード少々って言われると、バード少々という方がいらっしゃったんだなって言うと、頭の中でなんかバード少々の顔を想像するじゃないですか。じゃあまたちょっと今度は機会を見て、石坂浩二さんの言ったことは祐天寺はどうなのかっていうね。また、あとはもう直接石坂浩二さんにアポ取るしかない。ああ。か、藤原竜也さん。あ、藤原竜也さんね。藤原さんそういう話好きですからね。
まあ、電話だったら藤原さんもしかしたら可能性あるかもしれないよ。そうですね。来ていただくのはちょっと難しい。ただプロモーションタイミングとかじゃないと難しいかもしれないね。ああねー。だから映画が公開になるとか。超リアルな話ですけども、うん、はいはい、ね。まあ映画が公開になるからって地底人ラジオに電話で。プロモーションになるのかって話ですけどもこれ。なるのか、はい、しかも聞かれる質問が地底人についてっていうので。それはホリプロ側もちょっとっていう可能性はありますね。事務所的には NG だろうね。まあでもご本人的にはまあ前向きに検討してくれるかもしれない。まあまあいろんなメディアから来る中で地底人ラジオから取材の要請来ておりますけどもって言われたらまずはいやないなっていう風になる可能性がありますけれども、うん、まあ、本人の目に届く前に却下だよね。基本そうですよね、まずね、うん、はい、じゃ あまた、じゃあ三上編集長とはまたね、何か客員教授として、はい、またご質問させていただければと思っております。三上編集長ありがとうございました。毎週この時間は福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。学長への些細な質問から、あなたが最近嬉しかったこと、悩んでいること、ここだけの話や、あなたの街の都市伝説から未確認生物の目撃情報まで、随時メール大募集。メールが読まれた方にはオリジナル地底人待ち受け画像をプレゼント。番組メールアドレスは地底人アットマークしぶらじ .com、 地底人アットマークしぶらじ .com。 おところ、お名前、電話番号、メールアドレスのご記入をお忘れなく。ご案内は地底人ラジオリスナーでラジオパーソナリティを目指す兵庫の18歳、ラジオネーム福龍でした。この間地底人ラジオ生放送、うん、ね、安倍真さんと一緒にやらせてもらったでしょ。そうですよね、やった時に、うん、まあその前のブロス TV からも繋がってたんですが、どんどんリスナーの皆さん、ね、視聴者の皆さん、ブロスの皆さんに電話かけていくっていうのがあって、うん、電話企画ですよね。そう。ただ、まあ生放送の常として、全年代にまんべんなく電話できなかったっていう。そう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 。そうなんですよ。だから今回はちょっとまたブロステレフォンっていうんですかね、うんうん、繋いでみようと思っておりますが、ではこの間電話できなかったのは、40代まで電話できたんですよね。はい、じゃあまずは DSP さんどうします？50代、はい、はい、女性の方、いただこうと。まあつってもこの間は生放送だったんでちょっと身構えてる方も多かったと思うんですが、今は全く身構えてないと思う。ピンさん、三重県。ピンさん、三重県のピンさん、はい、54歳の方、54歳女性のピンちゃん。ピンさん、ピンちゃん出るかな。ボクシングを3年6ヶ月続けていきます。ボクシング3年6ヶ月やってる。行ける日はなるべく練習に行きますね。あー出ないかな。非通知だと出ないんじゃない、やっぱ。そうですね。お、あれ、あれ、もしもーし、もしもし、あー、ピンちゃん、え、ピンちゃん、地底人ラジオで R よ。あ、そうだよ。え、嘘、いや、はい、私です。私です。ピンちゃん、ピンちゃん、三重県のピンちゃんだよね。はい、そうです。なに、今ボクシング中だった？あ、ボクシングジムから帰ってきたとこです。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。やっぱ行ってんな。めっちゃ嬉しい。ねえ、ピンちゃん。はい。ピンちゃんの得意なパンチは何？左フック。左フック。へぇ、左利きなんだ。じゃあね、右利きなんですけど、うん、トレーナーが、うん、私の、パンチは、うん、左フックが、うん、強いって言って、褒めてくださるんです。へー。左の、じゃあ、スタンスとしては、右構えにしていて、はい、右打った後に引っ掛けながら左行くって感じなんだ。そうなんです。はいはいはい。そうなんです。それあれ、左のショート、ロング、どっち？ショートです。ショートなんだね。はい、はい、角度は上から行くの、下から、水平に行くの？いや、水平に行くんだ。水平に行った方が、うん、力入るので、こっち回して。へぇー。で、フック、左フック、バン行った後、その後フォローの右はどうすんの？もう一度ストレート行きます。だよね。どんな話なんだろうね。じゃあ、その、ピンちゃんが言ってほしい言葉、言いますよ。はい、お願いします。いい？ピンちゃん。はい、お願いします。ピンちゃん、行くよ。はい。ピン、ストレス溜めずに、気楽に生きていこうよ。はい。はい。本当にありがとうございます。
ございます。よかった。ビンちゃん電話出てくれてよかった。じゃあ、引き続きボクシング頑張ってくださいね。頑張ってください。はい、じゃあね、また、またね。はい、よろしく、ありがとうございました。はい、じゃあね、ありがとう。はい。いや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 、本当にボクシングジムの帰りだったっていう。いいですね。3年6ヶ月。いや、もうこれ結構、いや、結構いいパンチ。しかもかなり回転続くタイプじゃないですかね。パパパパパパンと。コンビネーションでっていう。すごいなぁ。はい。じゃあ、はい、一曲かけましょうか。まあ、やっぱりボクシングっていうことで言うと、はい、私の曲で、ファイティングポーズ。続いては60代の方。うん、いや、いいよ、かけていただいて。うんうん、ももちゃんさん、兵庫県67歳。ももちゃん。はい。兵庫県のももちゃん。はい、兵庫県のももちゃん。はいはいはい。はい。あの兵庫県のももちゃんですか？地底人ラジオで R。 え？もしもし。そう、本当に？地底人ラジオで R よ。こんなことして確認なんですか？多分これ世界中で地底人ラジオで R って言って電話してくる人正原さんしかいませんよこれ。今ね、お風呂上がりで顔にパックしてた。お風呂上がりか。ごめんなさいね、もう。お風呂上がりのセクシーな状態の時。いつもこれぐらいの、もう食事前に夜、はい、はい、はい、すいません。はい。あの時メール出しましたね。はい。いつも見てます。はい、ツイートもしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう突然ね、びっくりするんですよ。そう、突然。まあね。あんまり電話もかかってこないし、携帯番号もまだ教えしてないので。ああ、本当。本当ですよね。すいません。あの、総口さんも、総口さんもいます。あ、総口もいます、総口も。そうそう、秋久さん？あ、いるんですよ、秋久さんもいるんですよ。すいません、もう。いやいやいや、そんな、いやいや、すいません、こちら、こちらこそね。いや、いいんですよ、いいんですよ。じゃあね、その、ももちゃんが、言ってほしい言葉、言ってもいい？どんなことなんですか？よろしくお願いいたします。いきますよ。ももちゃん。はい。かわいいよ、ももちゃん。ありがとう、マサイルさんだけそう言ってくれる。そんなことない。まあいいじゃん、別に俺だけが言えばいいんだよ、ももちゃん。かわいいよ、ももちゃん。ありがとうございます。いつも応援ありがとうね。何をしてます、マサイルさんとの人生でございます。嬉しいわ。嬉しいわ。これからもずっと僕のこと好きでいてね。もちろんでございます、である。うん、一緒に、一緒に頑張っていこうね。感謝してるよ、ももちゃん。ありがとうございます。励みになります。マサヨさんもお体を気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、引き続き地底人ラジオも、様々なメディアも、チェックしてくださいね。よろしくお願いします、ね。よろしくお願いします。じゃあね、ももちゃん、またね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。またライブとかで会おうね、ももちゃん。うん。はい、じゃあね。はい。はい。いやー、ももちゃんはこれ、上沼由美子さんと喋った時のような感じがこう。いやー、ももちゃん、トークの隙間があまりない。へへへへ。素晴らしい。じゃあ、ちょっとももちゃんにね、その毎日毎日パックを続けてね、美しさをキープしてらっしゃるももちゃんに。素晴らしい。やっぱももちゃんといえばこの曲でしょ。おピーチ。さあ、今週はね、ブロステレフォンというか、もしもし、うん、コーナーは、先日の地底人ラジオの時にかけきれなかったその50代60代の方をおかけしましたけども、引き続きね、我が番組ではこうやってかけていきますから、突然かかってくるからね。そうなんですよ。パックしようが何しようがいつかだから、あれと思っても出てくださいこれね、なるべくね。そしたら必ずなんか変なこと言うから、僕が学長で R、 そこでまさか福山さんじゃない、どう考えても福山さんしかいませんから、そんなこと言う人。でもあんまさ、これが広まりすぎるとさ、RR 詐欺みたいな、ね、いや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 、逆にそこまでいったらこの影響力が広がったかもしれないけど、でも基本的にはまあ多分普通なんです、地底人ラジオで R っていうふうにかかってくるはずなので、はい、ぜひお電話で話したい方は、メールまた電話番号書いて送ってきてくださいね、はい。福山雅治と総口明久の地底人ラジオ。
じゃあここでね、久々にね、あのちょっと最近できてなかった、はい、あの伝言版のコーナー続いてるわけですよ、これ。あのね、細々と来てるんです来てるんですよね、うん、はい、来てるんだけど、まあほら、なかなかそんなね、ちょっとハードル高すぎですから、うん、内容としてはね、要はですね、あなたの、はい、秘めたる思いを、うん、この地底人ラジオを通じて思い人に思いを伝えましょうよというコーナーでございます、うん、かつて、僕が中学の頃、高校の頃、長崎で、放送されていたラジオの伝説的なコーナー、うん、伝言版のコーナーでございます、はい、まあ、告白のコーナーですね。ともやくんでございますね、大阪府ですね、ともやくん23歳からです。今年から違う部署へ移動した一つ上の TM さんへ。あなたとは僕が公務員になってすぐの去年の4月、保険の営業で僕の職場に来てくれたのが初めての出会いでした。最初僕は素っ気ない態度をしていましたが、保険の話以外にお互いが好きなアーティストなどの話をいっぱいしているうちに、あなたと共に過ごす時間が癒しの時間でした。仕事で大きな失敗をして周りの人に謝ったり、自分の未熟さに悔しくて自暴自棄になった時も、あなたは優しく笑顔で頑張りましょうと言って慰めてくれましたね。その時あなたの優しさと笑顔に勇気をもらいました。そしてあなたのことが好きになりました。あなたが好きなものやあなたの住む奈良のことをいつしか好きになっていました。TM さんが住ん、TM さんのことを好きになったことで、うん、TM さんが住んでる奈良そのものも好きになったと、うん、今は営業から離れたあなた、元気にしていますか？あなたは無理をするタイプなので、いつも心配しています。落ち着いたら、一緒にご飯行きましょう。今度会ったら、言わせてください。君が好き。まあ、ラジオを聞いてくれてたらわかるね、これ。うん、ね、奈良在住の TM さん、トモヤの一個上の。なんであの時解かなかったのかっていう。あ、でもほら、今度会ったら行かせてくださいって。あ、まあまあね、うん、じゃあ変わっては千葉県流山市のふんころがし健三35歳女女性。私にとって頼りになるお兄ちゃん的存在だった M さん、私には他に大好きだった彼がいて、 M さんには男心についてたくさんアドバイスをもらっていました。真面目な話から他愛のないバカな会話まで、時には言い合いになることもありましたが、すごく話しやすくて笑いのツボが同じの M さん。彼のことで悩んでいる時に彼の身になって気持ちを代弁してくれたりと、本気で私に向き合ってくれた M さんをいつの間にか好きになっていました。自分でも好きになっちゃダメなことが分かっているのに、抑えきれずにどん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 好きになってしまって、その気持ちを隠しながら彼と接している自分が中途半端で嫌で、彼に申し訳なくなり、正直に彼に話をして別れました。そのことを M さんに話したら、ものすごく怒られたのを今でも覚えています。しかしその後いろいろあって、 M さんとは連絡が取れなくなってしまいました。福山さんの魅力を教えてくれた M さんだから、きっと地底人ラジオを聞いてると信じて、この場を借りて伝えさせてください。私は今でも M さんのことが大好きです。 M さんを忘れようと他の男性との出会いを求めてみましたが、やっぱり忘れられません。優柔不断なやつだと思われるかもしれませんが、どうしても私の気持ちを伝えたかったです。あんなに本気で本音で話せて大笑いできて安心する存在は M さんだけです。もし少しでも
心に私が存在していたら連絡をください。ニックネームは M さんとの思い出の一つでもあるので、あえて名前ではなくこれにしました。ふんころがし現像よりこれどういうあ、それでわかるってことですね。もう一回言わせて、ええ、ニックネームは M さんとの思い出の一つでもあるので、あえて名前ではなくこれにしました。ふんころがし現像よりどういう二回言っても面白い ね面白い。どう、いや逆にそんなエピソードが知りたいですよ。だったらあ、ふんころがしの現像かよっていう。正直ふんころがしの現像を聞くと、はい、その前までのエピソードが全部飛ぶ ね結構あの切ない感じのこう、うん、ちょっと何の話だったっけって思う、忘れちゃう ね何があったんだろうこのふんころがしの現像。 PS お気持ちはありがたいのですが、リツイートなどは恥ずかしいのでしない方向でお願いします。届いているかいないかも含めてそれも縁だと思うので、なるほど、ゼロの可能性を信じながら平成が終わるまでに直接ツイッターやラジオに連絡がなければ潔く諦めます。はふんころがし現像より。はどうしたんだろう。エピソードが、はい、要は彼がいたんだけど、はい、お兄ちゃん的存在だった M さんに、ね、どんどん好きになっちゃってと、だそんなんダメだよって怒られたとか。あとさ、M さんを忘れようとして他の男性との出会いを求めてみましたが、やっぱり忘れられませんというのは、はい、忘れようとして他の男性と一夜を過ごしたりしたのかな。まあ、ついやっぱりこう行ってみたけどやっぱ違うっていう、こうやっぱふんころがし現像っていう私を知ってくれてる人じゃないとね、私の本質を見てくれてないっていう。だって相手の女性のことをふんころがし現像で分かる人はかなりない、あの内側まで踏み込んでる人ですよこれ。そうだね、だって女性に対してね、ふんころがし現像っていう思い出の一つって、この思い出のエピソードを聞きたいね。そっちの方聞きたいですよねでもこの方聞いてる可能性ありますよ、福山さんのいいところを教えてくれた方っていうぐらいの。僕のいいことを教え、いいところを、魅力を教えてくれた方がふんころがし現像なの。いや違うな、 M さんだからな、そうですそうですよ。で教えてくれた男性だから地底人ラジオ聞いてる可能性は結構あるんじゃないかと。まあじゃあ連絡を直接取り合ってみてください、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、この伝言版のコーナーはですね、あなたのその秘めたる思い、うん、直接面と向かっては言えない告白の、お気持ちをこのラジオを通じて、おそらく聞いているであろうと思われる相手への思いをですね、メールにしたためて送ってください。私が、そのメッセージをお預かりしてお伝えさせていただきます。プレゼンターは伝言版のコーナーでした。じゃあ曲。はい。ふんころがしといえば。ふんころがしといえばなんだろうなぁ。さあ、ちょっと残念なことにふんころがしにまつわる歌がないんですよ。現像もないですね、現像も。現像もないんで、はい、初恋、友達ではいられないことも恋人には戻れないこともっていうね。じゃあ初恋聞いてください。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。メールがいろいろ来ております。いろんなメール来るようになってね、はいはい、いいね、ありがとうございます。恋愛社外取締役福山さんにですね。まだこうなってはやったことないけど。細々と来てるわけですね、いろいろね。これ、群馬のあゆちゃんから、31歳女子の方ですね、うん。私の恋の悩み。付き合って1年半になる3つ年下の、だから28歳ですかね、彼氏がいますと。うん、これ、桐谷健太さんと、ニュースの加藤茂明さんを足した感じの爽やか青年。イケメンですね。うん、彼が私との、この先を考えているかわかりませんと、うん。デートの誘いは私から。その誘いを断ることはありません。連絡は付き合う前から1日2往復ほど。仕事割と忙しく、趣味はテニスとゴルフ。
6月に私の病気が発覚して、うん、まあ、入院やら手術やらでバタバタと過ごしておりましたが、うん、お見舞いは来てくれませんでした、うん、まあ、そんなこともあり、この人はこの先、まあ、私とどういうふうに考えてるのか、はたまた考えてないのか、そもそも私のことは何にも思ってないのかと不安になっております、正直彼より一つ下の公務員の子に今私は猛烈にアタックされております、うん、まあ、彼よりルックスは劣るかもしれないけれど、仕事はとても安定していて、うん、結婚生活を考えると平凡で不自由のない生活ができるんだろうなぁと考えてしまいます、うん、まあ病気のこともあるので、私は早く結婚して、まあ妊娠したり出産のことも考えていかないとなとも思っておりますと、うん、私はどうすればいいんでしょう、取締役力を分けてくださいと、うん、はい、いかがでしょう、そのお見舞いにも来てくれなかったという彼というのは、はい、ちょっと付き合ってるんですか。でもまあデートを誘うといいよと、からまあ付き合って、はいはい、付き合ってるとは言い難い。まあでもあゆちゃんは付き合ってるよねっていうのも、もしかしたら怖くて聞けないのかもしれないですよね。いかがでしょう、そのあゆちゃん。いや、そう、取締役っぽいね、喋り方、うん、今しかもなんか取締役みたいにこう目の前でちょうどこう手を組んで喋ってますよね、うん、こうね、はい、会議室みたいな。いかがでしょうね、その、はい、今もんもんとご自身で悩まれているそのことをですね、はいはいはい、もうこれ率直に、はいはいはい、まあ、正直に、はいはい、ぶつけるしかないんじゃないですかね。ああ、その聞いちゃう。私のことどう思ってるのと。はいはいはい。で、どうってなんて返ってくる可能性ありますよね。だから私はそのあなたとお付き合いをちゃんとしていきたいと思ってるし、将来のことも見据えた交際をしていきたいと思ってるんですけど、うんうん、これが私の、正直な気持ちですけど、あなたはそんな私のことをどう思ってらっしゃいますかと。うん、聞いた方がいいですよ。どうかな、どうかな、わかんないな。今と、一個下の彼が、一個下の新しい彼が、ルックスは彼より劣るけど。安定してる公務員だね。もうアタックしてきてて、そっちに行こうかな、とか、っていう、その、一応ほら、もう、あるから。はい、はい。そういう意味じゃ、その、ね、抑え。いやいや、でもそうですよ。うん。それあると結構強く出れますよ、なんかね。うん。一応あるから、一つね。それがないとね、なんかちょっと、こっちもなんかこう、弱い立場みたいな、うん。うん。だから、聞きましょうよ。あ、ね、いいと思いますよ。でもこのまま悩んでてもね、そのいわゆる公務員の彼にもなんか多分中途半端な態度のままずっといるのもなんかあれですしね、うん、はい、何歳だっけ今。31歳の方ですね。で、彼氏は3歳年下っていう。で、公務員の方は一つ下だから30歳の方ですかね。ちょうどいいタイミングですよ、いろんな意味で、まあもちろんね、この時代結婚適齢期なんてものはもう存在しないのかもしれないけれども、まあまあまあ、でもいい時期だと思いますよ。もう一個いきます、どうします、もう一個いきます、はい。これは新潟のキャップさんですね。25歳男性ってね、うん、地底人ラジオ初投稿ですと。突然ですが、恋愛相談も受付中という、まあ、ブロス公式ツイッターの、ツイートを見て投稿させていただきましたと、うん、自分は今年6月から通ってる訓練校で気になっている女性がいますと、うん、3つ年下になりますが、ということは22歳とね、好きになりそうな感情を抑えています。なぜかというと、自分の後ろの席にその女性はいて、グループワークという課題に取り組む授業でも、支障をきたしたくないからですと、うん、普段普通に話しているんですが、個人の LINE は少ししかやり取りしていません。思い切って映画や何かの誘いをしたいんですが、向こうが嫌っていたり興味がなかった場合、自分がアプローチしたせいでいつも誰に対してもしている笑顔を奪ってしまうの怖いからです。訓練が年内12月26日まであるので、それまでの期間こちらのせいで気まずい思い、不愉快な思いをさせて訓練に来られるのは耐えられないほど辛いからです。若い時は、自分の気持ちだけ伝えて、ダメならダメで仕方ないという単純なバカな考えしかなかったんですが、関わるのが嫌なあからさまな態度を取られれば、まあ、楽で諦めがつくんですが、話していて全く嫌な雰囲気を感じられないので、なおさら、難しく感じています。今はその方には必ず、素敵な方、まあ、その方は素敵な方とやっぱ将来出会うだろうし、自分にはもったいない存在、何も考えない方がいいと思い、割り切ってなんとか過ごしていますと。まあ、福山さん、恋愛社外取締役としてはどういう行動を取られますかと。訓練っていうのは何の訓練かちょっとわからないですね。あ、わかんないですか。何かの訓練。訓練っていうと大体自衛隊とか消防隊員とか。あ、まあ、そうですね、訓練ですもんね。あとはまあ警察であるとか。はい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 。
年内いっぱいまでは訓練が続くと、うん、まあちょっとまあ分かりませんけれども、はい、どうでしょうかね、その先ほどのね、ちょっとメールとも同様なんですけれども、はいはいはい、僕はね、そのこのキャプさんがメールの中身に書いてらっしゃったような言葉、はい、若い時は自分勝手なね、うん、気持ちで突っ走ってたっていう、ダメならダメでいいやな、うん、おっしゃってるけど、はい、恋愛なんてそんなもんですよさすが社外取締役は経営と恋愛に関しては厳しい判断もしますね、これね。厳しい判断しますね。さすがですね、はい。もう、そうですか、やっぱり、はい、相手のことをね、思うパカる。はい。っていうのは、はい、その恋愛においてはね、はい、付き合い始めた後でいいですよ。あ、そうなんですか。そうですよ。付き合い始める前に、多分このね、まあ、キャップは、こんなことで雰囲気悪くなったら周りにも悪いしとかずっと考えて。いや、大丈夫ですよ。なりません。はあ。もう、だって、その、うちうちで伝えればいいだけの話ですから、それで、今、だからね、僕、本当にね、まあ、はい、結局その、全部答えはこのメールの中に書いてあるなと思うんですけれど、こういう私がね、気持ちを伝えることによって、空気が悪くなることも、嫌なんでずっと抑えて、こらえてたんですけど、我慢してたんですけど、はい、みたいなことを、そういう言葉を添えてあげたらいいじゃないですか、伝えるときに。そこが若い時と違う時です。若い時はドーンと思いだけぶつけてダメだったらすぐやめるみたいなんじゃなくて、そのこともちゃんと含めて伝える。だからね、僕ね、面白いなと思う。このね、このコーナー、今本当に面白いなと思ったんだけど、この手紙のまんまでいいですよ、相手に伝えるのは。あー、なるほど。結局ね、その、キャップが3歳年下の22歳に伝えようと思う内容っていうのは多分、いや私はあなたのことが好きでこうこうこうで、お付き合いしたいと思っていて、みたいな、その、要は自分の気持ちだけを伝えるような内容になっちゃうんだと思うんだけど、でもそうじゃなくて、これ今すごく客観的なね、はい、第三者的目線でも書かれてるじゃないですか。私がもしこうなったらこうで、これを伝えたことによってこういうふうな関係が崩れてしまうかもしれない。それも、悩んでいるんですけど、どうしましょうかっていうようなことも含めて思いを伝えると、嫌な気持ちは全然ないと思うし、変な空気にならないと思いますよ。まあ、このキャップの書いてる文面化したらそんなことはで空気を完全に悪くするような女性でもなさそうな感じもしますからね。そうですよ。このまんまでいいと思いますよ。お手紙なのかメールなのか LINE なのか分かりませんが、文面化してお伝えするのはよくさ、はい、ほら会って直接話をしたいとかって言うじゃない。会って直接話をしないとダメなんだよ。そんなことないよね。どう？だってこれだけの思いがちゃんと手紙なり、メールなり、まああんまりね、後を残すのがいい。うん、後残るのが嫌だって言うんだったらそれやめた方がいいけど、はい、お手紙とかでこう渡して、すごく素敵だと思うけどな、うん、僕か。もらった方も思い、一生の思い出に残ると思うよ。うん、ああ、素敵なお手紙もらったな、素敵な気持ちをいただいたなっていう。うん、相手のこともおもんぱかる。仕事場の環境のこともおもんぱかる、うんうんうん。360度気を使った上での告白ですよ。さすが社外取締役。いや、もう一回写真撮っといてよ。完全に取締役会での会話みたいな感じですか、今ね。いや、いいと思うな。なるほどね。まあ、でもこのキャップさんも非常にこう素敵な男性というかね、ここまでやっぱりこうね。今取締役の顔を作って写真撮ってましたね。まあそうね。いや、このキャップさん自体がいい、まあ、ね、いいやつというかね。うん。うんうん。やっぱり男子だからさ、その全体像を見ちゃうんだよね。あ、全体の空気感とかそういうのをね、うんうん。でもそれが、悪い気遣いじゃないから、うん、いいじゃん。うんうん。お手紙。ね、はい、差し上げたら、はい、男性からのお手紙なんて素敵よ。俺なんかまともに書いたことほとんどないけど。ね、私もないですね。うん。ということで、まだまだこれは、恋愛社外取締役福山さんにいろんな相談、待っておりますね。赤裸々なメッセージ。ね、困ってるとかね。どうしたらいいでしょうか。もう、経営判断ズバリしますので、はい、ぜひ待っております。待ってます。じゃあね、まあ、一曲、はい。キャップにお届けする、まあ、男心、ちょっと若めだけど、はい、設定が、うん、
まあ、ジャズとヘップバーンと君と。好き。我々は地底人だ。毎週この時間は福山雅治と総口明久の地底人ラジオ。今宵も渋谷の地底から全国リスナーズを更新中である。さあ、というわけでですね、今週も終わりが近づいてきました、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。しかしあれだね、やっぱり恋愛社外取締役のメールもそうだし、伝言版のコーナーもそうだし、なんか今のこの時代にね、やっぱ改めてこのコミュニティ FM という媒体に恋愛について思っていることをわざわざメールで書いてくれるっていう、このつながり感が今日は僕は嬉しかったな、うん、なんかこういわゆるマスメディアじゃないこうミニメディアにこうねえ、ね、頑張ってしかも長文で送ってくれるっていうね。いやなんかね、ラジオやってきてよかったなと思ったよ今日も。さあそうですか、よかったよかった。いや、もちろんね、テレビっていうのは、そのテレビの、はいはい、必要性であるとか、ね、影響力の大きさとか、その僕もすごくさ、感じてますけど、やっぱりこのラジオのね、つながり感っていうのは、嬉しいね。なんかさ、僕ね、その、これ、ラジオリテラシーとしてね、はい、一応僕の中でずっと、特にそんなことは、まあ、アキサとも話さず、うんうん、DSP とも話さず、日本放送さんや東京府のスタッフとも話さずに、まあ、ずっとやってきてますけど、はい、基本はね、面白くしようとは思うんだけど、うん、なんか、茶化すような面白さは、絶対やりたくないなと思って、やってきたし、うんうん、やってきてるんですよ。で、これは別にテレビメディアを批判するわけじゃないけど、うんうん、ちょっとやっぱりそのテレビの場合は、どっかこう、茶化すっていう言い方は違うのかもしれないけど、もともと、視聴者の方や、現実に取材してきたものや、というものの、どう届けるかっていうところの、一番こう、面白げなところ、届きやすそうなところを、強く増幅させて届けようとするがゆえに、本筋とちょっと違っちゃって裏返って届いちゃう、面白くなっちゃってみたいなことも、まあまああるなと僕は思ってるんですよ。まあそこがちょっと、まあこのラジオと違いなのかなと思いながらね。まあそんなことをちょっと改めて感じた。まあ、僕らも面白くはするんですよ。そのふんころがしとか急に言われるから。いや、でもふんころがしさん別に笑わせようと思ってあの名前したわけ。そうなんだけど。だとわかるかなっていうね。それがまたいいとこです、うん。それがまたいいところな。笑っちゃうんだよね。でも、その、無理な笑いにはしたくないなっていう感じですよね。そんな、はい、無理な笑い、無理やり笑いにしようとしない、自然体ラジオ。ナチュラルローソンみたいな感じですね。今更この年で自然体とか言うのもこっぱずかしいけど、まあそうでありたいなと思った今日の、はい、たくさんの皆さんのメールやお電話でのつながりでございました。それではお時間でございます。はい、お相手は、サウシさん。恋愛取締役である、福山雅治でした。また来週まで、バイバイくん。地底人ラジオが、ラジオクラウドでも聞けるようになりました。ご自宅の Wi-Fi などで番組をダウンロードし、いつでもどこでも再生できます。アプリをダウンロードして、渋谷のラジオをチェックである。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りしました。